今年はこの工場で満20歳になられまして、この青年の日を迎えられる方はの10名の方々であります。ことさらこの1月の15日青年の日に初めて青年になったというわけではなく、この世に生を受けた人間は誰しも昭和28年という年は一生に一度しかなく、その28年の1月15日も一生に一度しかないのであります。ただ1年に1月1日元旦という日を設けまして、その元旦に心持ちを新たにして、そうして1年を有意義に過ごそうという心がけが必要であります。この青年の日は諸君が一人前の人間になったという日にこれを定めたのでありまして、 まさに 一人前の人間になったわけであります。そうして一人前の人間としてこれから社会に立っていく上に、いろいろの心がけが必要である。その心がけ次第によりまして、諸君の一生涯が幸福に暮らせることにもなるであろうし、また不幸に終わる結果になるかもしれない。どうかこの日を一つの企画としまして、栄えといたしまして、これからは大人らしい考え方を持って、幸福にしかも健康に注意をして、そうして限りある人生を有意義に暮らすよう心がけていただきたいと存ずるのであります。私は簡単ではございますが、心から諸君の青年になられましたことを祝福すると同時に、将来の幸福を祈りましてご挨拶といたします。